せよ、こんにど。はい、ということでおはようございます。すごい見て、雨が降って、はい、今ちょっと止んだからさ、もう湿気で、この何、この毛わかる湿気が嫌いです。今回私今ここね、ヨイドに来ております。ヨイド今朝9時前なんですけども、もうすごいですね、会社員さんたちがもうこんな感じでスモーキングエリアで、はい、こんな感じでタバコ吸ったりとかしてね、今は通勤時間なんですけれども、今日はここヨイドで朝ごはんを食べに行きたいと思います。で、今回のお店は別にね、誰かが美味しいって言ったとかじゃなくて、ヨイドで朝ごはんって言ったらもうここしかお店が出てこなかったくらいのなんか人気店らしいですよ。ということで、ヨイドちょっと広いんですけれども、ヨイド駅の3番出口から歩いていきたいと思います。ちょっとなんか久しぶりのね撮影なんでちょっと緊張しますね、はいということで、それではゴー。はい、じゃあこちらヨイド駅の3番出口になります。じゃじゃーん、ヨイド駅がね9号線と5号線が通ってますね。はい、ということでヨイド駅から出ましたら、はい、こういう風景なんですけど、こっちの方にねまっすぐ行って、渡らずにすぐ、右に曲がります。はい、そうするとちょっとこういうね大きい建物が、すごい大きい、あ、すごい大きな、すごい大きい建物があるんですけど、この中になります。ここに書いてあるかな、名前が、あ、3階ですね、3階のそこです。ファンテボンガってとこですね。3階行ってみたいと思います。このとこは登っていいんかえ、居酒屋だって、居酒屋、ここは夜やるっぽいですね。居酒屋コモダル、コモダル、はい、じゃあこれも上に登っていきます。あ、この一番のエスカレーター大好き、何居酒屋何、はい、じゃあ3階の居酒屋何の隣です、こちら、ででん、はい、ハンテボンガってお店ですね。あ、そっちが入り口かわー、じゃじゃー、すごい数、はい、じゃあハンテボンガ入ってみたいと思います。いらっしゃいよー、ねえ、あっちの席さんでもおかなわったよ。저기서새로묶이고한테하고시댁이야그거정식은이인분잖아그럼아침식사하나주실래요한분이시네はい、ということで今ね入ってきて注文したんですけど、本当はチョンシクっていう定食が食べたかったんですけど、まあ朝だからね、すごいね、ここのお店がねファンテボンガって言って、ファンテっていうのが星だらなんですよ。でファンテクっていうのがその星だらを使ったスープなんですけど、まあ、それが多分メインっぽいんだけど、でもさ、私今日朝ごはん食べに来たじゃん。でここは別でアッチムシクサって言って、朝だけ食べるこうなんか料理がっていうかな、こうセットがあるらしくて、お、出てきた、何だ、今9時ぐらいで、まあ、ここで朝ごはんする会社員さんたちがちょうど抜けたぐらいかなの時間ですので、今ね3テーブルぐらい座ってて、まあ、片付けてないテーブルが2つぐらいって感じですね。で、あっちのシクサーがいくらだっけな、めちゃめちゃ安かったんだよね。じゃあね、お見せしたいと思います。たたー、ねえ、これ多分7000ウォンだったと思うんだけど、え、安くない、これシレキ食ってさ、え、こんな豪華だったん、匂いがめちゃめちゃいいんだけど、すごい美味しそう、やばいね、当たり店だわ完全に。ね、中身がこういう大根とこれお肉もちょっと入ってて、いや美味しそう、美味しそう、匂いがやばい、なんかわかる、これなんかもうみんなわかるよね、こういう色だったらどんな味か。キノコも入ってる、イカのおかずと、これがおでんポック、
おでんを炒めたやつと、みんなも大好き、はい、追いキムチです。私も追いキムチ大好きで、そう、なんかそのなんかあの野菜の上の方の葉っぱ、なんだっけ、大根の上の葉っぱって言ったらいいの。そして、はい、韓国海苔とケランフライ、はい、卵焼き、目玉焼き、そしてはい、チョギ、かわいいサイズチョギで、ご飯ですね。じゃん、はい、じゃあこれで700円、多分700円だったと思う。それではね、いただきたいと思います。インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。でも私、朝ごはんにさ、お魚食べるの夢なんだよね。ちっちゃい夢。それではいただきます。やばい、この具沢山、とりあえずスープから飲むね。うわちょっと待って、最高なんだけど。がっしり菊って基本的に野菜がいっぱい入ってるんだけど、これなんかなんかユッケジャンみたいな感じ、めっちゃ美味しい。で大根入ってるからさ、すごいなんていうの、こう爽やかだしすっきりしてる。最高だよ、最高すぎる。おかずもさ食べるね。じゃあこれイカのおかずです。ここ美味しい。おでんポップ、おでんの炒めの、ね、このおでんがギュッて硬くなった感じが好き。わかる。で、青いキムチ。なんかね、日本のキュウリと韓国のキュウリで違って、日本のキュウリで追いキムチ作ろうとすると水分が出すぎちゃって難しいらしいよ。塩で水分出すけど、それでもなんか日本のキュウリは水がすごい出てきちゃうんだって、うん、私の大好きなチョキです。あ、もう最高なんだけど。やっぱさすがヨイドですわ。でもヨイドにさ、ホテルとかないからヨイドってあんま来る人いないかな。500点満点。それじゃあイン。でもチョギとも食べたいからちょっとご飯残しとく。どんだけ具が多いかっていうと、見てて、スープより具材の方が多いんじゃないって感じ。なんかわかる？これなんか具材がこう浮いてるんじゃなくて、こう重なってここまで来てるみたいな。やばくない？めっちゃ美味しいんだけど。ちょい辛なんだけど、全然辛ラーメンとかよりかは辛くない。これ朝ごはんに最高だわ、すっきり最高。なんかユッケちゃんの肉ないバージョンみたいな感じ。でもユッケちゃんよりかはちょっと味薄。なんか本当にさ、2、3年前まではさ、ヨイドもさ、トッケビ足じゃんつってさ、私昔動画撮ったことあるんだけど、ああいうのもあったり、桜祭りみたいなのもあったり、結構なんか観光客も用がある場所だったの。でもなんか本当何年も経たない間にさ、全然変わっちゃったよね。私ツイッターで見たんだけど、昔はよくメガネかけてた子が撮った時に、メガネ撮るとめっちゃ可愛いじゃんみたいな、そういう反応が多かったけど、最近はなんとかちゃん見たって、マスク撮ったらめっちゃ可愛かったっていう、なんかそういう会話があるんだってすごい不思議じゃない？
でも不思議なもんでさ、高校の時は化粧しちゃいけませんみたいな。でも卒業してさ、バイトとか始めるとさ、化粧はマナーですとか言って、今まで全然禁止してきたのにいきなりマナーとか言われてさ、できるわけないじゃんね。てかさ、シレキクッカ出てくるって聞いて、普通のちっちゃいお皿で、スープが出てくるかと思ったそこがなんで出てくるか若干ちょっとびっくりしたんだけどなんか日本人の感覚だったら朝ごはんは軽くちょちょっと食べてみたいなかと思ったけど、そういえば韓国人って朝からしっかり食べなさい精神だったわ。忘れてた。なんかさ、隣に花銀行の建物があるんだけど、私この花銀行のさ、このマークあんじゃん。このマーク見るたびにさ、ハウルを思い出すの。わかる？ハウルのなんか太陽みたいなやつたちを思い出す。なんかよくわかんないけど、あそこのシーン怖くない？はい、ということでお疲れ様でした。なんかもうすごいめっちゃお腹いっぱいになった昨日さ、さっき言ったみたいに夜寝れなくて、私お腹空いてると寝れないのね。だから11時半ぐらいに布団に入って2時過ぎぐらいに起きちゃって、で寝れないからバナナ1本食べてでまた寝ようと思ったんだけど、なかなか寝つけなくてみたいな感じで、まあ、結局5時に起きて支度して、まあ、朝ごはん食べに来たんだけど、バナナ食べるべきじゃなかったねいやもう全部食べたんだけどさ、すごい美味しい。アッチムシクサっていうのがなんか朝ごはんって意味なんだけど、何時までなんだろうね、まあ、アッチムシクサっていうぐらいだから朝しかやってないんだと思うんだけど、でもこれと同じもの食べたかったら別でシレギクっていうのがあるのね。それを頼めばこれ出てくるのかな。あとファンテクってやつもすごいねおすすめです。なんていうのこうすごいすっきりした、はい、スープですね。多分好き嫌いそんなに分かれないと思う。とりあえずパンちゃん、おかずが美味しいのでこのお店は美味しいですね。朝ごはんって言ってすごい人気がある理由が分かった。本当に美味しいまあこんな感じで良い度でね朝ごはん食べたんですけれども、大満足。ここら辺で朝用ある人いるか分かんないけど、もし韓国の朝ごはん、朝に良い度に用がある人にはここ来てほしいですね、ということで今回は良い度で朝ごはんでした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지마리